はい、皆さんこんにちは。クリムラオサムの臨性動画動画バージョンです、はい。編集部の大沢です。あ、最近編集部の松尾です。今めちゃめちゃ噛みましたけど、ちょっといいですか、いきなりオープニングから。はいはい。今大沢さん臨性動画って言いませんでしたよ。あ、言っちゃった、まあ、よくあれですけどね、その2つ一緒になって臨性動画臨性相談の動画が今一緒だ。そうですね、はいはい、ちょっと短くなりすぎちゃいましたね。はい、はい、ということで、あ、いえいえ、全然、はい、臨性相談の動画バージョンです。はい、はい、でゲストは、はい、いつもあのいらっしゃってる、あの自転車おじさんこと、はい、クリシューでーす。一緒になっちゃった、クリシュー。栗村治です。お願いします。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。いや、はい、それでは今日 何回目でしたっけ。もう、もう2桁いきましたよ。2桁いって神回に続く、また神回登場ちょっと大丈夫ですか。もうハイペースですよ。もう神回生産のハイペース、収録時点では全くどういう数字になっていくか読めないですからね。いや、全く読めないですからね、はい、ちょっとあの改めてなんですけど、はい、ごめんなさい、ちょっとお題入る前に。いい。YouTube の、はい、まあ、この間もちょっとお話ししましたけども、再生回数が伸びるか伸びないかって、はい、これな何が考えられますか。リムラさんのサムネじゃないですかね。あ、まずサムネイルは大事なんですね、YouTube の再生回数。大事ですね。栗村さんのすごいすごいヒットした回はちょっとね、面白い顔だったんですよね。でもね、そうか。1000回と2万回の違いって、これ何なんだろうなと思うんですけど、僕た、例えば YouTube 見てて、おすすめ動画に出てくるのってやっぱおっしゃったりするじゃないですか。で、その辺ってなんか違いあるんですかね、大沢さん。どうなんでしょうね。僕はね、もうね、そこはね、考えないで思いで、はい、切りたい。あ、気にしない方がいいですか。気にしないで、はい、もう神回、もう今回も神回行くからっていう気持ちでやって伝えたいですね。なるほど。いや、ほら、はい、どうしてもほら、こう僕らというか、ね、皆さんもあのそうだと思うんですけど、こう特にアスリート出身ってなんか、はい、数字ってなんかこう順位みたいな気がしちゃうんですよ。1位を取りに行きたいみたいな。はい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 。だから、はい、なんかこう再生回数とか出るとやっぱそっちにすごく引っ張られて、ちょっと今日はこれ胸元開けていった方がいいのかなとかセクシー路線に行くんですねちょっとほらこれでなんか数字今伸びたでしょ、これ多分面積は結構ね出てるんで、はい、ちょっと気持ち悪いのが色がしてるから新しい、はい、だからなんかついそういう発想になっちゃうんだけど、 今僕はあの大沢さんに言われて、はい、目が覚めました。はいはいはい。そうじゃないと。はい、そうじゃないです。自分たちが伝えたいものを、はい、作品として伝えるのが、はい、真の YouTuber ってことですかね。そう、ありはぎれ悪いです。はぎれ悪いですけど。悪いじゃないですか。いや、でも、なんか今、いや、でも、いや、僕らにしてみたら、いや、もっと、はい、いい動画あるんで、探してみてくださいよって言いたいですよ。その、まあ、ヒットしたね、ヒットしたやつも良かったんですけど、はい、そうじゃないものも、やっぱりいいものがあるので、そこはもう皆さん、ぜひ探してもらって、うん、ぜひ見ていただきたいっていう。なるほど。はい、もうね、2桁いってもう十何個あるんで、はい、じゃあ、まあ、あんまり僕としては気にしない方がいいってことですね、はい、あ、もう全然もう数字はです。はい、はい、この世界観が楽しいんだっていうことをもう、ね、はい、どんどん出していきましょう。もうクオリティはもういつも時速40キロ、阿部40。お、いい、いい、今日名言出ましたね来てるんで、ここ上げなくていいんだよね、これそう、空気抵抗増えちゃうな空気抵抗、そうかそうか、阿部40だもんね。阿部40、阿部40でオープニング脱線しました、ね、はい、ということで、今回のテーマ、はい、いきます、はい、今回のテーマは、はい、じゃん、自転車は、出世の妨げになるのかです。
これはですね、東京都、44歳男性の方からの、質問です。ロードバイク歴10年超のサイクリストで、ヒルクライムなどのレースに出場しています。しかし妻からはもっと仕事に役立つスポーツをしてと、会社での交際につながりやすいゴルフやマラソンを進めてきますと。最近では自転車で、早くなっても出席できないとまで、言われる始末、自転車は出世の妨げになるのでしょうかという、かなり、おセンチなお年頃ですね。44歳で出世っていうふうになると、これはもう部長になるかとか、それから取締役になるのか、これがかかってるような状態での相談だと思われます。かなりこうセンシティブな感じになろうかな、なるんじゃないかなっていうような質問なんですけれども、栗村さん、さあこれに対していかがでしょうか。これは第1回の嫁峠シリーズ、はい、ですよね。来ましたね、また嫁峠、ね、はい、買って超えてまた来たぞと。これ 10年目にも峠があるんですね。10年目峠ですよ、これ。だって44歳だから34歳、まあ30代前半でロードバイクを始めて、はい、でもうその買う買わないの峠は多分何回も超えてきてね。そうですね、多分細かいやつは何個かも来てると思うんですけど、獲得標高だって多分5万メーター超えてる。やばいですよね。ベースティング、なんなら今流行るね、ベースティングはもう達成してるぐらいだけど、はいはい、そうですね、それ超えてまたチョコランマ来ちゃった感じですよね。来ちゃった感じですね。エベレスト、別名チョモランマ。はい、そうですか、一緒か。一緒ですけど、はい。まあ、まあでも、もうカテゴリー超級ですよね。これまた。いや、これしかも、その、ちょっとあれですよね。指摘事項が、はい。めちゃめちゃヘビーですね。いや、これ、もうこれ、奥さんからこれ言われちゃうと、正論かなって感じちゃうんですよ。ただですよ、ただそれを正論って感じてしまうのが、いやこれもしかしたら昭和の価値観なのかなっていうふうにも思うし、どうでしょうかね。いや、そうなんですよ。で、まあ、第1回のね、まあ、やっぱりこう奥様をね、まず初期段階でロードバイクに乗るメリットを奥さんにプレゼンするっていう、まあ、会が、ね、ありましたよね。で、その時もお話したんですけども、いやいや自転車って これからは出世にむしろこうプラスになる選択肢なんですよっていうのをお話しさせていただきましたよね。はい、そうです。なんでかって言ったら、ゴルフとかに比べるとやっぱりこう、まあ、ゴルフを別に悪く言うつもりないです。ただゴルフに比べるとどちらかというと体はシャープになりやすい。あとはやはりまあ、最近こう流行りというかね、いわゆる芸能人の方とか経営者の方が、まあ、ゴルフクラブを自転車に変えましたみたいなね、そういう話も聞きますので、だからむしろ時代の流れとしては、ロードバイクやってますよの方が、あ、君新しいね、いいね、ちょっと、僕も乗ってみたいから、いろいろどうやって買うか教えてくれよって社長とかに気に入られちゃったらね。ちょっとあれだね、君今度の移動で何々課の課長にするよだってありえますからね。社長をこうほら引っ張ってって、はいはいはい、平地で散々引っ張って、最後上りではちょっとわざと、はい、見ると もうすごい、もういやいや、ね、演技も入り、でもこうやって人生かかってるから。で、そういうことをね、まあちょっと今いろんな余計な話もしちゃいましたけど、そういうのも含めてむしろ僕らはロードバイクっていうのは出世ツールなんじゃないかっていうのをね、あ、むしろ訴えてきたのにあえてこの逆バージョンが来たっていうのは、ちょっと一瞬こう回答する前にひるみますね、僕としてもね。なるほど。あ、そうなんだっていう。だからこの奥さんが今言ってるのが、ゴルフとマラソン？はい。え、マラソン？マラソンか。マラソンですか。おお。
奥さんはもっと仕事に役に立つスポーツをしてしてほしい、はい、でそこで、社内での交際につながりやすいゴルフとマラソンを勧められたってことですよね。はい、そうですね。はい、で最近自転車で速くなっても出世できないと言われる始末。なるほど、これはねもうこれ結論になっちゃうんですけど、このご家庭固有の問題ですね、これはね。じゃあこれからのスタンダードはもう自転車だと。いや、あとそのこの方が勤めている会社のやっぱり流行りスタイルと、もしかしたらね、この質問も2014年なので、そうですね、だから6年経っても状況変わってる可能性ありますね。そうですよ、うん、もうあの逆にこう結果が知りたいですよね、はい、出世できましたかっていう、うん、はい、そうですね、それが聞きたいぐらいで、はい、今あの僕仕事から結構自治体の方とね、あのまあ、ツアーオブジャパンとかもそうですし、まあ、サイクルツーリズムとかの関係であの全国の自治体の皆さんとお仕事すること、まあ、昔に比べて増えてるんですけど、はい、で自治体さんの場合やっぱりその今の話でいくと、例えば市長とかね、知事が意外と今この流れと一緒でロードバイクに乗る市長とか知事って結構人気出やすいイメージってありますよね。あ、うん、だって市長がこう週末ゴルフ毎回毎日行ってますっていうと、なんか若干こう、あ、またゴルフ行ってんだ市長って感じだけど、うんうん、市長がロードバイク乗って、新しいですよね、なんかね、すごくなんかロードバイクで普通にねこう公務こなしてたみたいな、でいプラスになるじゃないですか、うん、でそうなると例えば市役所の職員の方でロードバイクが趣味な方がいると、もう市長好きになるわけですよ。いやいや本当そう、本当そうなんですよ。だから結構その勤めているやっぱり会社とか団体さんのまずまあ一番いいのはトップの人ですよね。トップの人がロードバイクの価値を築くと、はい、もう多分あれですよ、その会社とか団体の出世を目指している人たちは全員一気にロードバイク買いますからね。あ、だからその中で強みをどこにね、俺はもう機械が好きだから俺メンテ専門家になるわとか、うん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 、市長ちょっとあれだな、太り気味だから俺は。あ、そうそうそう、太り気味といえばその記事中にもありましたけれども、やっぱりダイエットっていうところではいいよねっていうようなところがあって、はい、ダイエット出世っていうふうに思った時に、あれよく聞くのは欧米って太ってると出世できないって昔から言われてるよねと思ってたんですよ、うん、はい、はい、で日本って今どうなんだろうって調べたんですよ。で日本って別になんかでもなんだろう、太ってると出世できないとまでは言われないけれども、あれでもなんて言うんですかね、こう管理職のイメージが昔はなんかこうちょっとぽっちゃりとしたような感じの、昭和世代ってちょっとぽっちゃりとしたような感じのおじさんのイメージがあったんですけど、今そのイメージがなくて、僕の中には少なくともで思ったんですよ。令和の出世はやっぱり健康的でダイエットをしてるんじゃないのかなっていうふうに思った時に、まあ、これ平成なんですけど、なぜ一流の男は腹は出ていないのいないかっていう本がですね、大ヒットしたらしいです。あ、大ヒットしたんだ。これ日本で、はい。なぜ一流の男の腹は出ていないかっていう本が大ヒットしたんですね。結論は何だったんですか？いや、俺ね、全然読んでないんですけど、タイトルだけで、まあ、ただまあ、だから本当に太ってない人が出世できるんですよっていう、うん、いうような内容なのかなっていうふうにも思ったんですが、だけど、ちょっとこれ、やっちまったなって思ったことがあって、はい、サイクリストって鍛えまくると腹出るじゃんって思っちゃったんですよ。ぽっこりのやつね。ぽっこりのやつ。体感ですね。そう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 、体感。体感出すぎちゃうと思って。大丈夫です。多分、そこまで行くには本当に、荒城選手とか
ゲラント・トーマスとかなんかそのレベルまでいかないと、あの出方はしないから。なるほど、はい。あのそれは大丈夫だと。じゃあ大丈夫ですね。あの、じゃあ、あの 細マッチョな方向で、お腹が出てない感じで収まるっていう方向で。いや、だから結局、はい、まあ、あの基本路線はロードバイクで間違ってないんですよね。これはもう、これは正しいと思うので、だからあとはその奥さんから指摘があったように、ロードバイクで速くなったら出世できるわけないじゃんっていう、それはその個人ではなくて環境の問題じゃないですか。はい、だからやっぱりそのまあね、もうロードバイクイコール今流行りの出世コースっていう環境が中にいるんであれば、あの全然いいんですけど、もしそれがない場合はそれをセットで、多分社内プレゼンじゃないけど、ちょっとこう人を巻き込みながらやっていかないといけないかもしれないですよね。はいはいはい、なるほど。あれですね、はい、多分昔太ってた方が出世するっていうのがあったのは、やっぱりこう本当昭和じゃないけど、やっぱり貧しさっていうものをまだ引きずってる世代で、やっぱりこうなんですかね、あの脂肪を蓄えていることが裕福な象徴みたいなの名残だったんです。今って逆に、なるほど、あの成人病でね、まあ、そういう疾患リスクにつながっちゃうわけなんで、だからそれは会社としても家族としても太りすぎはリスクになるわけなんで、そうですね、そうだからイコール痩せてる方がいい。メタボリックシンドロームっていう言葉が出たのって多分2000年前半とかそういう感じぐらいだと思うんですよ、うん、意外に最近なのかなっていうのがあって、そうですね、はい、だからこれがだんだんね、今その各団体にもよってな、まあ、地域にもよってもしかしたらタイムラグがある状態だと思うんですけど、うん、今もしかしたらこの2014年当初はこれくらいの高さだった嫁峠が今も、はい、今のこれくらいになってるかもしれないですね。このお題に関してはね。はいはいはい、はい、そうですね、はい、もう数年経っているので、うん、この3人の中ではね、その、まあ、一番ヤングな松尾さんとかはどうですか、松尾さん世代は、そういうこう例えば太ってるっていうか、まあ、その恰幅のいい人と、あとロードバイク乗ってるみたいに絞れてる人だと、どっちの方がこう かっこいいっていうか憧れるんですか。シュッ、よく言うシュッとしてた方がやっぱいいですよね。そうなりたいなと思いますし、はい、よくあれじゃないですか、最近、まあ、男性年を重ねてもシュッとしてると清潔感があるとモテるとか言うじゃないですか。あ、そうなんだ。なんか結構ね、あの40過ぎてても20代の彼女がとかわかんないですけど、ね、年下の女性からでも好かれるみたいな、なんかそういう清潔感みたいなものもやっぱりシュッとしてると出るのかななんて思っていて、まあ、それも大事なんじゃないですか。これ閉まってんの大丈夫出た出た、それはちょっとキモいんじゃないですかね。昭和かな、やっぱちょっと何でも開けちゃうので、昭和ちょっとね、昭和臭が。昭和ってほら、エリート、ほら。いや、それが、いや、これがまたね、ナポリターノとか、イタリア人だったらいいなと思うんですけど。そうだね。ちょっと人種がちょっと違うかなって思いましたね。これは締めとこう、ちょっとね。ポッツァートとかね、まあ、チッポリニとか、イタリア人とかがあったら、まあまあ、全然今でも、なんかね、いけそうな気がしますけど。チッポリニ、今、マッチョだからね。いや、すごいですよね。Facebook と Instagram に、もうなんであんな裸でばっか出てくるのかって。パツパツになってますからね、あの人。筋肉すごいよね。すごいですよね。はい。そうか、でも。自転車界のシュワルツゼネッガーみたいな感じですかね。ね、うん、知事とかになっちゃいそうね。知事になっちゃいそうな。ね、うん、そうですよね。まあじゃあ、ということなんで、これはもうだからそんな悩まなくていいってことですよね、この奥さんの指摘については。はい、あと結果出すしかないですよね。はい、もう出世するしかないですね。あ、もうそうすればもう全く、はい、何の問題もない、はい、っていうところですね。もう方法論の話じゃないですか、これって。そうですね、いかに人を巻き込むかっていうことの
ツールとし、と手段との話なので、あ、そうですね、だから、この方がじゃあ、今からゴルフに趣味を切り替えたところで、はい、本当にじゃあ、出世できるのかっていう。怪しいですね、そこは。ゴルフを悪く言うつもりはないんですけど、僕もゴルフね、ちょっと憧れでやりたいんですけど、はい、ただ、なんかその奥様のご指摘通り、本当にロードバイクが原因なのかどうかがもうそもそもわからないので、はい、ここはブレずにロードバイク続けていただいて、はい、で、出世を果たしてほしいなっていうね、同じ自転車乗りとして、はい、これでいいですね、今回はね、結論、はいはいはい、まあ、より多く人を巻き込める人であればもう何をやっても多分出世はできるとは思うので、あと最後に言いました、はい、ええ、今日僕冒頭で大沢さんに言われたことをこの質問者さんに、はい、あ、まあね、6年経ってますけど、ええ、あえてお伝えしたいですが、はい、そんなね数字とか肩書きじゃないです、人生はだから自分が僕さっき言われたことの受け売りですけども、はい、はいはいはい、自分がやりたいと思うことを、はい、ブレずにやっていきましょう。かっこいい。課長がなんだそれ、部長がなんだそんなもん。もうロードバイク速いのが一番かっこいいんですよ。フィニッシュダメだと。あれですね、10分ぐらい経つと、あれ、俺そんなかっこいいこと言ってたっけと思っちゃいますね。もうめっちゃ言われましたよ、さっき。そんな再生回数なんか気にしちゃダメです。気にしちゃダメですよ。はい。神回いっぱいありますから。ね、毎回神回だと思ってやってね、はい、はい、ですね、そうということで、今回もまたお送りしてきましたけれども私個人としては編集部の松尾が、明日からゴルフを始めたりしないことを祈るばかりですちょうどやろうと思ってたちょうどやろうと思ってた、はい、いいですね、はい、まあ、はい、逆にほらゴルフはゴルフのその魅力が絶対あるわけです、はい、これだけ長い期間ね、やっぱりそのビジネスパーソンのまあ、社交の場として疲れてきたわけですから、ゴルフの世界にある多分その、あるんですよ、マジックが。それを松尾さんに経験していただいて、自転車界にそのエッセンスを入れてもらうっていう。これで、ね、また自転車界が強くなれば、僕はそれはそれでいいと思いますから。なんか松尾さん、はい、大丈夫かな、なんか、週刊ゴルフとか転職しないでくださいそっちに行っちゃいますけど、あれって松尾ですって言ってインプレこっちのインプレあれサイクリスト TV のあの回見返したけどって松尾くんあの回あんまり言ってなかったよなってゴルフに関して言ってなかったよね、ゴルファー TV とか、ゴルファー TV ってゴルフの方が良かったのかなちょっと寂しいからそれは、はい、違う意味の神回になっちゃうんでね。はい、ということで、はい、お送りしてきました、栗村治の臨戦相談動画バージョン、いかがでしたでしょうか、動画バージョンでは、また次々とですね、神回を生み出していきますので、皆さん、次も楽しみにお待ちください、はい、ということで、また、次回お会いしましょう。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、自信を持って共に突き進みましょう。行くぜ